吉谷さん、電話はもうね、電でええわね。ということで、電話は電話というギャグが昔ありましたけども、まあ電話は電でいいでしょうっていうことをね、もう真面目に言いたいですね。そしてですね、今日、なんとですね、小学校の登校が再開したというニュースが入ってきました。それでね、学校の先生とか生徒さんにインタビューしてるんですけども、あ、学校に通学できるようになってまたみんなと会えて嬉しいなとかね。で、先生はね、いやリモートとかって言われて、なんかすごくね、繋がらないとかで本当大変でしたよ、通学できるようになったんで本当に助かりますって言ってるんですけども、何なんですかね。確か私のね、幼い頃っていうのは将来は家にいて在宅でね、勉強もできるし仕事もできる夢のような未来が来るんだって言ってましたけども、実際その未来になってみてリモートを経験したのに、なんか通学したいとかね、先生は通勤したいとかってめちゃくちゃなことやってますね。まあ、この旧態前としてるのが学校組織ってもので本当うんざりするわけなんですよね。でその学校っていう環境に最初からどっぷりと使って多くの日本人は社会に出るわけですから、学校がスタンダードになっちゃってね、まあ、進歩がない人生が数々繰り出されるのかなっていう気がしますけども、せっかくリモートできるようになったんでそのままリモートすればいいのになと思うんですよ。で海外出張も今このままだったらね、 Zoom とかで全然できるわけじゃないですか。で時を同じくしてね、こう大画面とかできるわけですよ、 AR とか VR とか。だから目の前に人がいるわけですよね、リアルタイムで。なんで実際行かないといけないのかとかね、握手でもしたいんですかね。でも握手今できなくてこうやってやってるわけでしょ。だからこれがね、頭の固まってるどうしようもない大多数の人の、まあ、姿なのかなと思うんですよ。これはね、本当に悪口言うで申し訳ないんですけども、こういう人が大多数いる限りは、まあ、私の優位性は揺るがないかなということでですね。まあでもね、個人的には優位なんですけども、集団的にはものすごく衰えているっていうか、先に進まないようなそんなね、姿を見てしまうなと思いましたね。私こういうのをね、機会にね、怪我の巧妙じゃないですけども、リモートが固定化されるのかなと思ったんですけども、結局登校とか通勤とかみんなでするんだったら、相変わらずね、満員電車とか、それから登校下校でのいろんなエピソード、事件、事故、こういうのはなくならないんじゃないかなと思うんですよ。で、ものすごくね、コミュニケーションが豊かで、それを、ものすごくネガティブに使われているのが SNS によるいじめじゃないですか。学校で先生の前ではいい子ちゃんしてるのに、その SNS でね、ある特定の人をいじめ抜いて、それがもう分かんないわけですよね、学校の先生には。で、下手に通学してるわけなんで、生徒さんが責任は学校にあるわけですよ。これリモートにしちゃえば、それぞれの家庭で責任お願いしますで、先生の勤務もね、楽になると思うんですけどね。で、部活もやりたい人はやればいいんですけども、部活を強制入部で授業の一環するのはどうかなと思うんですよ。部活もこれからね、人が集まんなくなって、まあ、野球部とかサッカー部とかラグビー部とかっていうのは、まあ、存立しなくなると思いますし、甲子園も一部の地区では連合みたいなのがあってね、3つの高校とかが1つのチームを作ってそれで出場するみたいなのも出てきたりとかして、まあ、人が少ないんでね、だから昔のスタイルっていうのはもう維持できないんじゃないかなと思うんですけども、人の気持ちとしては維持したいっていうのがあるんでしょうね、きっとね。学校の先生もそうですけども、学校に登校する保護者の方も、昔自分たちはなんかあれですよね、すごく生徒さんの多かった時代を経験してきたんで、それがずっと続くと思っちゃうんですよね。私はもうね、学校っていう組織は全くいらないというふうに思いましたね。どうせ学校に行ってもろくなものにはならないんでね。で、一部の人は自分で勉強して自分で、その価値意義を受け止めるんですけども、やっぱそういう人ばっかりじゃないんでね、学校で起きるトラブルの方が多いんじゃないかなと思っちゃいますけどね。まあ、先生も大変ですね。教育委員会機能しないし、文部科学大臣はちょっとよくわかんないし、まあ、戦後教育の慣れの果てということなのかなと思いますね。今だから YouTube で勉強した方が良くないですかっていうことに持っていきたいんですけども、この YouTube のやり取りって、動画のやり取りって見たい時に見て返信したい時に返信するでものすごくいいと思うんですよ。でもなんか人によってはね、 SNS をこう反応したらすぐに返信したりとかしてね、べったりそこに張り付いちゃう人もいるんですよね。目の前の人がいるのにそれを押しのけて、だからよくわかんない人と対話しちゃうとかね、だからそういうので新しいコミュニケーション文化っていうのができてくるのかもしれませんけども、まあ、いろんな齟齬が起きるのかなっていうところもありますしね。どうなっちゃうんでしょうね。まあ電話はとにかくね、良くないかなと思いますね。
なんかこういうことがあるんですよ。あのお母さんが子供をなんか怒ってるわけですよ。この野郎、お前はいたずらばっかりして勉強もしないのにって怒ってるところに電話がかかってきたら、あのはいどうもどうもみたいな感じで声のトーンがいきなり変わってね、で電話の相手とはまた和やかにやるわけですよ。で電話が済んだら、じゃあどこまで怒ったっけみたいな感じでギャグみたいになっちゃうわけですけども、だから人のコミュニケーションを割り込んでくるのが電話であり SNS とかだったりするんで、上手に使えない限りはね、これは害にしかなんないかなってところですね。だから YouTube 一本にしても、これで1億2億稼ぐ人もいれば、これでなんか生きるのが嫌になっちゃう人もいてね、本当にツールは優秀でも人間がバージョンアップしないと結局は蝕まれていくのかなっていうのが今回の結論ですね。いってらっしゃい。